財団法人大東文化協会は、かつて、大東文化学院及び、大東文化学院専門学校を運営していた、法人。木下聖太郎が中心となって、帝国議会衆議院本会議において、官学振興に関する権議案が可決され、その設立母体として誕生した。主に旧家族の関係者が設立に尽力したため、歴代教会会頭、その教育機関である、 大東文化学院の総長や幹部の多くが旧家族であり、戦前の首相、閣僚を関係者が数多く関わっている。初代総長は平沼喜一郎、初代回答は大木猿吉。現在大東文化大学内に歴史資料館を設立し、自公子教育を展開している。歴代の幹部、賛同者として宮沢博山本定次郎、松平よりじゅ この絵踏み坂井忠正、宇沢ふ明、藤山ライタ、大津淳一郎、渋沢栄一などがおり、この他にも多くの政治家等が関わっている。また、戦後も、岸信介を、後援会長に、副会長に、福田武夫、椎名津三郎を、役員には、清瀬一郎、松野鶴平、藤山愛一郎、高崎達之助、石井光次郎、平島敏夫、 かやおきのり、南条徳王など多くの政界、財界人が支援してきた。ありがとうございます。